どうもこんにちは、中野いつきと自分のことを宇宙人と思っている人です。なんかその紹介不に落ちんけどな。ちょっと教えてくださいよ。あなた今日誕生日じゃないですか。まあ一応そういうことにはなってますね。そうでしょ、21歳今年でじゃないですか。そうっすね。だから誕生日プレゼントをね今日用意してて、渡していいっすか。いや飛ばしてない、こんな序盤で渡すか。いや、安心してください、今日ずっと右肩上がりなんでね。そうなん、だからちょっと持ってきていい。いやお願いします。うん、ちょっと待ってて。いやちょっと待って、ちょっとでかっ、はい、持ってきました。いやマジで。はい、ディオールです。いやマジか、ちょっとこれ開けてもらっていいですか。いやほんまに、うん、いいんすか。お前にちょっと開けてもらえる。やば、うん、マジでやばいなこれ、うん、ちょっと待って、一回ちょっと画角描いていいですかね。あー早くせよお前。でもちょマジで早く開けさせて。いいよ曲げていいよ。やっぱなたまにはな、こうやって恩返してもらわないとあかんからな。いや別に恩は貸し付けられてないけど。えちょっと待って、これえこれもしかして、うん、ディオールの服ってことですか。それでマジで、うん、お前やばいな。やばい、マジですごいよ。やばマジで、うん、やばっ。ちょっと待って、何これ結構大変やったで選ぶの。何これマジですげえな、うん、海外でな受けてるからな、そういう系。そう、あそういうこと、うん、何これマジで似合うんじゃない結構そういうの。マジで何これ。えマジで何これ。いやそれディオールのフリレの服。はそんなわけないやろ。マジでマジでカメラ止めろ。なんでこれマジで腹割って真剣に話せなあかんわ。いや何をやん。なのこの空気の流れってさ、なんか俺が150万くらいのプレゼントもらって、うん、喜ぶっていう流れと思うねんこれ。いや、なんだやろ。いや、それをなんか視聴者が見たいと思ってると思うし。それはお前欲しいだけやろ。いや、お前なんか俺が作り出した空気感じてることできてない。お前、俺が作り出してるから。台風の面俺やから。じゃあ俺好きなもんよ。そこで別に張り合う必要ないけど、ほんまにこれ俺が、ほんま選んだディオールの服やから。なんでそのお前素直に喜ばれん。はいい、素直に喜ぶ、うん、いやマジで意味やから。完全に来たわちょっと。何がいやなんかマジで大声通り越して周波数高すぎて俺の声届いてない。別に聞こえてるけど普通に。だからうん、何これっていうのを、うん、だからうん、何これ。お前はおしゃれなってことや。なんかちょっと飛んでる気するな。ふざけんなってお前。だから何が本気で怒ってんねん俺。いや別にふざけてないけど。マジでふざけてない。ふざけてない。お前がやってることやばいでこれ。何がやばいん。だから5歳児のクリスマスプレゼントを台無しにしてるのと同じやこれマジで、うん、はい。じゃあお前が5歳児並みのノーってことやんな。は、いやだからこれで怒ってるってことはお前が5歳児並みのノーっていうことを言ってるってことやんな。お前が5歳児やろ。いやいやそんなことない。ちょっとお前聞けよくな。はお前がこれでな、ああ、うん、怒ってるってことはな、ああお前見てこっち、お前が5歳児並みのノーってことやろかよ。おいそんなお前、お前がだから5歳お前だろだって、クソハゲか。じゃあ一回落ち着け、お前が5歳児やからそうなってんの。落ち着けよ。こんなこと食べてんのお前、誰が言うねん。さあということで今日は友達の中野くんがね、あれの誕生日かよ。デジャブ感じるな、この感じ。いや何が、いやまあいいんやけど、一旦じゃあ仕切り直しいいっすか。はい、はい、ということでね、中野くん、お前が仕切んじゃなくて俺やから。でしゃばりやな、逆なんですけど、あれあなた面はどこにあったんですか。面はあるよこっちに。ちょつけてそれ。あもうつけた方がいいんか。うん、つけた方がいいよそれ。はい、なんかフリーレンやな急に。でこんな感じでね、今日はもうフリーレンの世界観にのっとって、もう彼が誕生日なので超巨大ハンバーグをね今から作っていきたいと思ってるんですよ。ほう、だから食材出していいですか。ほう、まあ、食材ね用意したんですけど、僕らがねいける限界量に挑もうと思ったんで1キロ用意しました。甘いな俺ら。5いけるな。え5キロ、500グラム。そうやんけ。僕の見通しはね完璧なんですけど、これねかなりでかくなると思うんで、中にね火入るかだけがね心配なんですよね。まあ最悪ねそのまま食べればいいしな。この人にはねそのまま出そうと思うんですけど、ほんまにちょっと一回ちゃんと調べてからやります。調べた感じね、こうやって炒めた玉ねぎにひき肉をねぶち込んで、卵をね割って入れて混ぜるだけなんで、これをね作るのはもう簡単そうですね。うまっ。これはね混ぜていくんですけど、やばない？こんな量多くするだけで人ってワクワクできんねんな。確かにな、うん、日常にも少し変化をつけるだけで面白みが増すしな。急にちょっと深い。このチャンネルのテーマにしようかな。それいいんじゃない。日常をやっぱ楽しく生きれるものが人生を制すからな。ちょっとフリーレンっぽいな。プリマやろ。俺は歴史上最も多くの魔族を葬り去ったからな。あ、だから早々のフリーレン。そうや。なるほどね。でな、もし東京に宇宙人が現れたとしたら、は？東京の宇宙人。そう、ブギウギするけどちょっとおかしい東堂は。東堂の不自然。税を課された天皇の妻。皇后の住民税。そういうことや。いやむずいってこれ。やめて、普通に混ぜていくんで、気を取り直して混ぜていくんで。
ちょ混ぜていきますね。結構ね重量ありますね。なんか昔給食残したゆるさんみたいな言われてたんですけど、ようやくねその気持ちが理解できるようになりました。確かにこれだけね頑張って作って残されたら頭掴んで引きずり回されるのも納得ですね。お前の小学校怖すぎよ。じゃあもうここにね入れて焼いていきますね。いきましょう。はい。なんかこれマジでさ多すぎんねんけど、中まで火入るかなこれ。ちゃんと安心しろ、俺は歴史上で最も多くのハンバーガーを売ったパーティーのクルーやぞ。マクドね。マクドでもこんな巨大なハンバーガー焼かないでしょ。それはそうやけど、人類は過程や原理が分からなくても対処することだけはできる。臨機応変にやるしかないか。まなんかちょっと今日食いれん感ある。お前らちょっと待っていきますわ。ちょっと開けますね。はい。多分結構もう火入ってるんで。おお、あちゃあちゃあ、いくね。いけ。おお、ひっくり返せますこれ。いける。いやちょマジ気合い込めろよ。うん、もう後には引けないですからね。いきますよ。いくで。いけ。あー、よくやった、お前も戦士や。何が。だから頑張ったものはみんな戦士や。あ、そうなんや。でも完成したんで開けていいっすか。開けましょう。じゃあ開けますね。うん、うまそう。うまそう。うまそうやな。ちょっと火入ってるかで確認していいっすかね。ぶっ刺して透明な肉汁が出ればね、いいじゃないですか。でもねちょっと待ってて、インパクトに欠ける部分があったんでね、もう1キロ追加します。いやお前これさ、うん、向こう1週間はハンバーグ生活じゃん。いやもうおそらくそうなんねんけど、後悔はないです。はい、まあええねんけどそれやったら、うん、味大丈夫なんこれ。え、大丈夫。前回さハンバーグ作ったやん、あれよりは美味しくなってるはず。ならまあ美味しく食べれそうやな。え、さっきいいっすよ、誕生日なんで。ではちょっとじゃあ、うん、いただきます。の前に、はい、様だけちょっと撮影しましょう。では食べていきましょうか。はい、もうねお腹空いてるんでね。行きましょうか。行ってください。いただきます。はい。いやでもなんかちゃんとうまい。あ、ほんまに。うん、ちょよかった。じゃ食べていいっすか。じゃあ俺もどうぞどうぞ。いただきますね。じゃあうん、美味しいですね。まあ、結構うまいよな。まあ美味しい。成功と言えるくらいには美味しいかもしれないですね。これなら余裕かもな。入った言葉はね、二度と飲み込めないんですけど、実はね、まあ、何回も言いますけど、誕生日じゃないですか。はい。だから、インスタの方で質問を募集したんですよ。だからもう、しっかりそれに答えていきながら、がっつりこれを食べましょう。どうしましょう。はい。でも早速ね、寝ていいですかね。はい。で、一つ目、忘れられない出来事は、何やろうな。僕ありますね。あんの。まあなんか忘れられへんというか、もう怒りを風化させたくないからっていう意味がね、大きいんですけど、うん。なんか僕ら昔めっちゃ肩ゲームやったじゃないですか。やってたな。で、あの時に僕一番強いから思ったんですけど、それがなくなったんですよね。うん。で、まあそれが、状況的に、絶対メンバーのね、うん、一緒に住んでやつらのうちの一人に盗まれてるから、なんか忘れられんっていうかね、それがめっちゃムカつくんですよね。いやそれは絶対ムカつくよな、うん、今でも絶対忘れてんやろそんな。まあ僕はねあいつらのこと仲間だと思ってたんでね。まあでも確実にね、うん、僕が盗んだんですけど今でも一緒になってキレたいな。ちょっと何言ってたか分かんないんで、まあ、一回聞き逃したいんですけど、他にもねなんかそのデッキに必要なカードって何枚かあったんですけど、うん、それもねなんかまとめて盗まれてて、なんかねめっちゃねムカついてるんですよね。ムカつくなそれは、うん、俺もムカついた時お前のカード盗んでビリビリに破りしてたもんな。お前ライナー、その今衝撃告白されても全然二人きりやし、その聞き逃せる状態ではないで。あと他にもな、お前のデッキ以外のカードからも盗んで、うん、それ近所のガキに高値でってぼったくってたからな。あんま衝撃すぎて頭入ってこなかったんで、なんかとりあえずお前のこと思いっきりぶん殴ったらいいんかなってことだけはね。いやまあまあまあ、うん、冗談ですやんか。そんな言いながらもね。うん、まあ正直言ってほんまの犯人分かってるでしょうに。まあんまりねその触れないでおくんですけど、まあまあそうっすね。では次、今までで一番後悔したことはありますか。一番後悔した話か。うん、それで言うとね、5、6歳の頃に泥で仏像を作って、うん、石を重ねて塔婆を作ってんな。うん、で同時期にレンゲの上に座って仏様と話す夢を見るようになってん。仏と。うん、でなんかそっから1年後7歳の頃、気持ち高まりすぎて山登って釈迦の姿見たすぎて、こっから飛び入れるから受け止めてくれって言って断崖絶壁から身を投げてん。そしたらなんか天女に受け止められてんな。すごない。多分空海の話ですよね。あ、そう、一番空海の話。一番空海とかじゃなくて、そう、後悔の話なんで、急なお話がやめてもらっていいですかね。そうかい。いや、全然うまくないですけどね。じゃあ次、一回悪口言い合ってみてほしい。性格悪い質問やな。まあ確かに。まあでもお前は香ばしいな。まあお前はゴブリンかな。はあ、次、はい、宇宙人くんって中野以外の友達おるん。おるわ。え、最近遊んだりしてるの。最近はないけど、うん、高校の時はあったから。なんかないんすよ友達の話とか。あーもう俺の友達に、うん、4代目ポリジウム辻めんこってやつがおるんだけど、うん、そいつが保健室に行った時、ベッドに女の子が寝てることに気づいてなくてさ、うん、4代目ポリジウム辻めんこって感じでやったら、その人は AV 監督ではない。いやないやろ、高校にそんなやつおるわけないよ。まあまあそうか、うん、でな、うん、どっからともなく水が出てきて完全に濡れ場になって。え、待て待て、これは AV 関係の話でもないんですよね。うん、やってる前や、うん、いや高校やで。まあまあそうですよね。
で、そこで滑ってこけて、ほんまにスケベ丸出し温泉旅行、照れて濡れてチンポ大好きガチ引き大系列だって。最終確認やねんけど、AV の話ではないんですよね。なんか違うって。おるわけないやん、高校にそんなやつ。そうか。じゃあ、コンプラ的にも OK の話ですね、じゃあ。うん、まあいいか。次、はい、好きな食べ物3つ教えて。あ、なんやろうな。これ僕から言っていいですか。あ、じゃあはい。僕はね、うなぎ寿司焼肉っすね。これはね、これ、うん、牛肉のブルゴーニュ風、うん、モンテベロネーゼ、うん、リンゴのタルトタタンかな。こじはるやん。そんなおしゃれなもん食べてないでしょ、普段。いや、まあでもガチで言うと、プルコギハイローラーアトランティックサーモンかな。コストコヘビーユーザーのやつがね、好きそうなもんばっかですけど。まあまあ、いいか。ええやろ。じゃあ次。宇宙人に兄弟はいるんですか。まあ一応、うん、姉と妹と弟と兄の中で3人おる。はい、じゃあ次。おっぴーとお尻派、どっち派。いや、もうあのさ、中の、いや、その、もう聞いてるやつもやけど、これ。うん、お前らナンセンスやぞ。他人にケツの穴見せたりせんやろ。確かにね。でも一つやることは S! ただそれだけ。まあ、お尻ね。じゃあ次。激激ヤバエピソードあります？なんか。いや、じゃあこれさ、ちょっと俺の妹の話していい？あ、いいんすか？トップシークレット。いや、まあまあちょっとだけやったらな。うん。普通にヤバい話だからちょっと聞いてほしいねんけど、うん。この前なんかあいつがボーリングの球が欲しいって言い出して、ちょ、買ってあげたわけよ。うん、16ポンド。16ポンドって7キロぐらいありますけどね。いや、まあそうやねんけど。うん、で、それをなんかぶっ飛ばして、うん、2階のガラス割って、うん、庭の像を壊して、植木鉢も粉々になったわけ。やばいや。でも何してんねんって言ったら、うん、ニコニコしながら逃げ回り出したから、うん、追いかけてんけど、ピアノの上で走り回るからさ、なんか捕まえようと思って。妹、うん、そんなちっちゃかったっけ妹って。まあでも捕まえようとしたら思いっきりピアノの蓋を閉められて、うん、指ガーン挟んで、うん、ガーンってなってベロ伸びて、カーテンフックに貼り付けられて、ハサミで切られて、ゴムパッチンされてひるんだあげく、16ポンド頭にガーンってなって、足ドーンってレースがバーンってなってペラペラだって。いや、すごいとジェイの話じゃないんすか。違うわ。違う、じゃあほんまに災難でしたね、それは。マジで災難やった。どうします？まあ、ちょっと、じゃあ次な、もうラストにしたいな。あ、ラストいきますか、じゃあ。うん。じゃあ次、ラスト。ラストなんかもっとバンバン来てくれん？質問？うん。じゃあさっきからさ、うん、なんか6に質問答えられてないから、俺ら。なんかもっとバン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 来てほしいわ、なんか。あ、もう言っていいってこと？次々もう。うん、ちょ、フィーバータイム入ってきた、今俺。うん。来て。うん、じゃあ、来てくれ。読んでいいじゃん。怖い。最近のクスはうざくないですか？うざい。終了。終了今タイム？なんでそんな、いきなりそんな質問を出してくるの？いや、そう、気分を返してから終了ってこと？もう終わったわ、フィーバー。あ、そういうこと。うん。じゃあもう終了。終了。じゃあもう終わりっすね。終わり。以上、じゃあ、長野いつきでした。ありがとうございました。マジでそれ帰れんの？まあ、もう帰れるやろ。もう、良くない、なんか普通に。全然、切れるやろ。まあまあ、それ普段でも切るってこと？普段でも別になんか、うん、フォーマルな感じやろ、結構。ちょっと分からんけど、電車とか乗れるんそれ。まあ別に、俺らこんなやつ結構。まあそうか。言っても。まあ変なやつ多いからな。うん。普通に行けるよ。うん、行けるわ。かっこいいな、なんか普通に。かっこいいよ、なんか。かっこいいかもな。うん。うん。リュックはさ、背負える？リュックなぁ。うん。リュック無理やわ。そこだけやな。そこだけがしなんで。帰りますわ。じゃあ遅いからな、ちょ怖いな。気をつけて。ちょ、もう不審者で来るかもしれんからな。おお、そうやな。うん、ちょ、マジ帰るな。じゃあ、ありがとう。うん、ありがとう。もらうで、マジで。まだ、じゃあお疲れ。まだ、じゃあ次回会いましょう。会いましょうか、ちょっと。うん、じゃあね。うん、まだ、では、はい、さよなら。さよなら。こっちへ。はい、やばいわーい。すごい。じゃあ、バイバイ。It's a